こんにちは。第73世竹之内の宿根、竹内睦です。今日は第60代、またもや池田勇人、第3次内閣ですね。1963年12月9日です。この年、1964年 OECD に加盟します。OECD というのはどういう、もの略かというのは覚えることはありません。一体何をしようとしたかというと、開放経済体制です。他の国との貿易に対して、ちゃんと日本も協調すると、お互い話し合おうという、その体制です。この OECD 加盟というのは一つ大きいんですよね。これをやったのが、例によって外務大臣、大平正芳、大蔵大臣、田中角栄、そして、通産大臣三木武夫、官房長官は鈴木善幸です。全員後の総理大臣です。だから結構いい人を使ってたんですね。4人も総理大臣いますから。そして、1964年、新幹線を作ります。これは県立経済学です。みんなに仕事を与えたんです。仕事のない人にも仕事を与えたんです。新幹線を作るってことで、日本が世界に認められるっていうことですよね。もう一回。そして、東京新大阪間を走る世界最高の特急を作ったんです。これが新幹線です。なんで新幹線っていうのかというと、幹線を変えたんですね。つまり昔の東海道線と違って、新幹線はね、広いんです、線路が。線路の広さの違いなんです。線路の広さの違いで、広い線路にしたから、世界最高速度が出たんです。これを作ったんです。なんで根性で作ったか、1964。なぜか、なぜか、なぜか。1960年の10月から、東京オリンピックが始まるからです。東京オリンピックが始まるからです。オリンピックに合わせてちゃんと作ってね、新幹線。僕は安倍さんの悪口言う気ないけど、今度の東京オリンピックに合わせてリニアモーターカー作ってくれよって。京都に行くのを楽しみにしてる人もいるんですから。でも国鉄の方のことも、JR ですけど今。僕たちの時代国鉄って言ってましたから。ですが、東京オリンピック、池田内閣の時にあったんです。池田勇人内閣の時に東京オリンピックはありました。この東京オリンピックを花道にして池田内閣は大臣です。花道っては絶対あるんですよ。吉田内閣だったら、日本再独立ですね。思い返しましょう。で、鳩山内閣だったら日本とソ連との関係でちゃんと日ソの、共同宣言します。で、岸信介内閣だったら新安保、学生たちに文句言われながらも、あの安保条約はアメリカがすごい、アメリカの奴隷って言ったらあるけど植民地的な扱いを受けてたんですよ。それを対等条約にするのが新安保なんです。岸信介の気持ちを分かってなかったんです。岸信介は対等条約にするために新安保を提案したんです。でもそんなことになったらまた戦争になるんじゃないかというふうに言う人いるんですが、新安保は戦争になるための条約ではありませんので、ということで、みんなそれに頑張りました。佐藤栄作は佐藤栄作で頑張ってます。これは佐藤栄作がこの後ですけどね。で、池田勇人は
東京オリンピックと高度経済成長政策、2つやってるんですよ。ケインズ経済学を使ってます、完全に。新幹線を引くっていうのは、まあそして、東京オリンピックを誘致、オリンピック景気という景気を生んでます。オリンピック景気っていう名前の景気を生んでます。きちんと公共事業をやってるんです。これによってまたみんな明るくなっていったんですよ。昔の漫画のサザエさんは和室だったんですが、全部オール、このオリンピックを契機に洋室洋間も作ってます。小さな話ですがそんな感じです。疾風の隼人、疾風だから新幹線作ったんでしょうね。それではまた皆さん次回。